今日は天気がいいですね。最高の天気です。この青空ですね。雲一つないというような状況です。今日は添田町の周辺の田んぼというか紹介で、田川市の田川市板というところに来ております。こちらの、大きなパネルがあるんですが、川渡り人工祭と書いてあります。そうです、ここは田川板の川渡り人工祭が行われている場所ですね。で、今川渡り人工祭の山ですね、あの山笠がここに集結する場所なんですね。ここがですね、ここに集結します。ここはあの富士八幡宮の武徳殿とかですね、お旅所という名前に言ってます。地元の人間はですね、これはあの富士八幡宮の鳥居になりますけれどもね、本当言うとこれあの富士八幡宮というのはもう少し1キロぐらい先にですね、田川板駅というところがありまして、そこにですね本殿があります。これはだから本いわゆるあの本殿ではありませんね。私たち田川の人間はお旅所とかですね、武徳殿なんていうことを言っております。ここに出汁が集まるわけですね。結構こう広いわけです。で、ここはですね、出汁が集まって、でそちらの道の方はですね、ずーっと長い距離にわたってですね、出店、夜店が出ます。それは人工祭が開かれているときはここのにぎわいというのはすごいものですね。今日は日曜日ですから静かなものです。このあれですね、パネルに書いてあるように5月の第3土曜日とその翌日の日曜日に人工祭というのは行われてますね。川渡り人工祭ですね。もう5月第3土曜日、翌日の日曜日ですね。だいたいこの人工祭やってる時っていうのがですね、不思議とこれが雨が多くてですね、なかなか晴天に恵まれないというのはありますね。あと2ヶ月ぐらいまだ先ということになりますかね。もともとこの人工祭というのはお祭りの性質としては五穀豊穣を願うというのが趣旨ですね。で、彦山さんからですね、これここからそうですね、30キロまでは行きませんけれども、彦山さんという山がありまして、そこから、川を下って、添田町、大東町、田川市、福知町というふうに、彦山さんから川を下って、彦山川ですね、彦山川を下って神様が降りてくると。そして、その神様が、五穀豊穣をもたらしてくれると、そういった、大体お祭りなわけですね。では川の方に行ってみます。つまり川の方、彦山川ですね、川渡りというわけですから、今から行きます川に、男衆が入っていくということになります。